8日の朝8時半もうやフィックスも12日に貼られて、インド隊と、中国隊が、5月の12か13に上るってことなんで、うちらは15、日を目指してます。登頂そうするとだいたい19か20に帰ってくるんです。よし、ここでも十分回復したし、こちら今中国の、まあもちろん登らないと思うんですけど、観光客の皆様が朝ごはんを食べにかな来ました。みんなどっと、お迎えが来るまでまたこれを仕上げようかと。お腹壊してるんでスープを頼みました。そしたらすごく当たり、めっちゃうまい、優しい。今日は一体いつ来るんだろうか。まあ4100だから下にいる期間が長い方がいいんでいいんですけど、もうしょうがないからラサービールとなんだろうな、キノコ食べます。はい、明日か明後日出発のはず。今日は帰らず、あと2泊することになりました。今日と明日と、皆さんも来たん で出発が10日なんで、ま、戻ってベースキャンプで2泊でもここでも同じだったんで延期しました。寝ます。食べては寝る生活はベースキャンプと変わらないです。娘と電話してひげを剃った方がいいってことでひげを剃りました。WeChat か WeChat もビデオ電話がネットさえであればできるんで、ちょっと剃り残しが目立つ。